開一番夢一番ララジオラウンドテーブルこの番組は後楽園「花春酒造」の提供でお送りいたします。 開講一番夢一番ラジオラウンドテーブルこの番組は株式会社後楽園会長原原酒造社長新田津大さんとともにお送りしています新田さん今週もよろしくお願いしますよろしくお願いしますいよいよ4月最終週ということになりました、はい、ゲストは株式会社篠谷代表取締役篠原裕太郎さんでございます篠原社長よろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、篠谷なんですがまず簡単に言うとどういうお店なんですか、はいえー、簡単に言いますとえ当社は、はい えー、福島県を丸ごと味わえる居酒屋ということをテーマに、うん、福島の食材とお酒をふんだんに扱うお店としてやらせていただいておりますおおそうですか当然花春も置いてらっしゃるはいもちろんです今、えー、季節限定の純米薄濁り、うん、はい置かせていただいておりますなるほど、はい、ね昔は日本酒っていうとなんか飲むのが罰ゲームのようだった篠原さんが <laughs> <laughs>、はい、今はなんか聞き酒師の免許も取ってはいね もう今となっては、まあ、お酒弱いのは変わりませんが、はいろいろなお料理このお料理にはこの日本酒が合うとか、うん、そういった楽しみ方が僕は今ものすごい好きでお客様にもそういったサービスをさせていただいております。なるほどねそしてて、ま、本、あ、本当ににに歳の時に、うん、あの駅前店店を作って、はいはい、今はもう1店舗 郡山の桑野にある。その桑野の方の店に、一度お邪魔しました。どうでしたか、行った感じは。素晴らしいですよ。ありがとうございます。あの満席でしたしね、私が行った時間。帯いや、こんな素晴らしい居酒屋さんがあるんだと。い。うくらいね、いい店ですよ。ありがとうございます。だから、郡山駅前の方がちょっと広いんですか。席数は。あ、席数は桑野店の方が。ありますね。はい。 あの広いの、はい、ああそうですか駅前も一回行ってみたいなと思ってたんですそうですね,、うん、ね福島のおいしいものを全部集約してるってさっきおっしゃってましたよね、はい、お酒から食べ物からそこに行き着くまでの何か社長としてのポリシーはどんなところにあったんですか えー、私もともと学生時代実はちょっとだけ、えー、と郡山を離れて、えー、と親戚の茨城の地に行った経験がありまして、えー、その時に周りの友達に同い年の友達に「福島県って何有名なの?」って聞かれた時に <laughs>、はい、あの胸張って答えられるものが僕,の僕自身の勉強不足でなかったんですよ。 ただまあその外に出た時にまあ外食でも何でもそうなんですがお米を食べた時にあのなんかお米おいしくないなとか水道水ひねってもなんかお水おいしくないなって感じた時にいや福島県って実はお米もお水もいろんなものおいしいんじゃないかっていうのに気づかせていただいたんですね、はい。はいはい でまあ、帰ってきてからいろんな職業を経て飲食店を自分で開業させていただいた時にまずまあ日本酒のおいしさを伝えたいと思っていたのもありましたしあとは開業してから、えー、農家さんとお,、あのー、お付き合いさせていただくことが多くなってて、えー、えそれで初めて知ったんですが。 あの農林水産大臣から表彰を受けてる、えー、と農家さんがいたり、はい、あの天皇陛下に献上品として選ばれてるしいたけを作ってる農家さんがいたりあの伊勢志摩サミットで世界の首脳陣の贈呈品に選ばれたジュースあの果物100%のジュースを作ってる農家さんがいたりとはあ、はあ、福島県はその生産量が日本一じゃないにしても、うん、あの世界だったり日本中にこう 胸張ってですね自慢できるものを作ってる方が多くいるっていうことを知ってなるほどそれをやっぱりあの僕みたいな勉強不足な学生にも伝えられるようなお店をやっていきたいと思って、まあ、福島丸ごと味わえるお店っていう形ではい コンセプトとしてやらせていただいております。あ,あそうですか。二戸さんあの、はい、昨年2019年なんですが、これ今まで福島フードフェスっていうね大きなイベントがあって、えー、その実行委員長が篠原社長で、えー、これも。 なんか5000人以上のお客様来てましたよね、そうで、ね、6000人弱ぐらい、ね、集まりました、はい、大成功でしたね、うそうですね、おかげさまで、本当にあの参加企業の皆様が一生懸命やっていただいた結果だと思ってまして、はいえー、当イベントは、ですね農家さんと酒蔵さんと飲食店が3社でこうチームをランダムでくじ引きで作って。くじ引きではい で半年間かけて当日出す商品を一緒になって商品開発して出すという。はい あの多分他にはないイベントだと思っております、その福島県のおいしい農産物と、あと7年連続金賞受賞クラス、日本一の酒蔵さんと、それを加工する飲食店がいれば、うんあの、それぞれの業界だけじゃできない表現方法だったり、お客さんとかにもいろいろお伝えすることができるんじゃないかっていう発想で始めたイベントです。あ いや若い人ですからね本当に思いっきりこういろんなことにチャレンジしていいすねその酒屋さんと農家と作ってる農家屋さんとねくじ引きでくじ引きでやるっていうのがいいですねそれでそういうものを作ると発想がすごい発想がいいですねあの篠原さんどうですか今月最後の放送になるんですがまあ経営者としてね 新枝さんに今聞いいてておきたいことってどうやはり今、コロナショックによって、えー、と飲食店だったり旅館宿泊業が厳しい状況が続いてまして、うん、やはりあの飲食店の経営者である大先輩である新田会長にはあのこの時どういうような対応をした方がいいのかとか、えー、いろいろお伺いしたいなと思って、はい、本日参ったので。 あの15年前だったか20年なんのかね、やっぱり SARS というね、はい、あのウイルスの病気が、あのー、流行ったんですよ。はい、で、この時にもやっぱり、私も忘れちゃいましたけれども、かなり大騒ぎをしたんですよね。で、国から保証金が出るとかね、はい、あまあそういうものをね、あて、のー、にした人がだめなんですよ。はい やっぱりそんなもの当てにしないと、もうこの自力で、こうなんとかすると、はい、そのなんとかするところにアイデアが生まれてくるわけですから、うん、だから人間はやっぱり追い込まれて、ギリギリまでね、考えていくと、何かしら対策が生まれてくるはずですから、はい、だから先が見えないなってよく言いますね、うん、対策打ってないから先が見えないだけの話だったね、うん、やっぱり対策打てばそれなりに、先も見えてくるし。 とにかく一番大事なことは、下手にそういう政治を当てにしない、はい、もう自分のことは自分でやっていくということが一番大事なんじゃないでしょうかね。うんそれと、とにかく話聞いてて、夢のあるね、素晴らしい青年実業家ですから、ね、だから、もう、もっともっとね、はい、夢を広げていってほしいと思いますね。だから私、いつも言ってるんですけども、夢ビジョンっていうのは、実現可能への挑戦じゃないんだと。 はい、実現不可能と思えることに挑戦して実現する、はい、実現不可能なんですから、うん、やたらその夢を人に語ると笑われるんですよ、はい、その聞いた人はそんなことできっこないだろうと思って笑うんですね、うんうん、だから夢実現するのに2年3年では実現しないんです15年20年かけて実現する夢を持っていくとはい。 その間コロナウイルスが出ようが何が出ようが心配いりませんから。はい。ぜひその難局を乗り切ってやっていきましょう。はい。はい。はい、ありがとうございました。あ,<ー>ありがとうございました。はい。さあそれでは篠原裕太郎社長にね一曲リクエストをいただくんですが何がいいですか、えー。ハイスタンダードのステイゴールドをお願いします。ハイスタンダードのステイゴールドこれはどういう思い出が。はい。 私があの妻と初めて行ったえと音楽ライブで聴いた曲でえやっぱり CD で聴くのと生で聴くのと全然迫力が違ってですねあのものすごいファンになったはい曲なのでぜひよろしくお願いします。 開口一番夢一番ラジオラウンドテーブル、この番組は。株式会社後楽園会長、花原酒造社長、新達大さんとともにお送りしています。はい、ゲストは、今月のゲストは、株式会社篠谷代表取締役。篠原祐太郎さんでした。篠原社長のこれからの夢は何ですか。はい。 私はです、ね、先ほどあの新田会長にもアドバイスいただきました15年後20年後のビジョンとして福島フードフェスっていう企画をもとにです、ね、農家さん酒蔵飲食店がやっぱりこれから3社手を取り合ってって地域の魅力をどんどん発信してって日本中世界中からです、ね、この食の都として福島県に、あのー、いろんな人が遊びに来れるような土地にしたいなと思ってこの団体立ち上げたので。 1>, で1年後2年後の地域を見るではなくて15年後20年後にもまだ一緒にこうやってる仲間たちと共に、えー、と仕事を一緒にやっていけるような環境を作りたいなと思って。 はい、それが僕の今の夢ですねでかい人だつねいやいいですね大きな夢だ、うん、本当にね楽しみですねこれをずっといつまでも語り続けてほしいですねそうですねはいはい 1>、はい、本当に1か月ありがとうございましたありがとうございました、はい、えー、皆さん1か月ありがとうございました来月もよろしくお願いします 花春酒造の提供でお送りいたしました。